将棋将棋の先方拒否者玉刀イドリ玉刀イドリは、将棋の先方の一つ。主にタイブリヒ車戦で使用される。特に中飛車相手に有効とされる。先方の歴史は古く、元独時代の民間騎士、も月かゲユが指しているが、もっぱらタイブリヒ車戦の主流先方として、流行したのは昭和、特に1970年代と思われる。 1981年12月から1982年11月、末日までの統計でいい。飛車対振り飛車対後継のうち、中飛車のは、総計144局あったうち、玉頭位取りは、対中飛車では14局と比較的多く刺されている。先手番の場合、銀賞を76に配置して7筋の位を取る。うまく組み上がれば振り飛車側は、囲いの進展や、右、 桂の活用が難しくなる。対してイ飛シは、玉が広くなり、容易には負けない、手厚い形となり、位を拠点とした攻めにも事欠か,かない。実戦では記載の説明図以降、さらに8筋や6筋からも盛り上がっていく場合もある。この戦法の勝ちパターンとしては、基本的には、序盤での戦いは避け中盤から終盤にかけていが、生きるように差し複数の位が取れたのなら、 玉頭攻めを見せつつ、プレッシャーをかけつつ終盤に備えて駒を拾っていくのが、一例である。しかし組み上がるまで手数がかかる上に、途中の玉形は、不安定で、島飛車には四四銀五五歩の先行を、許し三権飛車には、石田竜への組み替えを見せられるなど、振り飛車にも存分な布陣を敷かれてしまうという欠点も、あるとされ、高橋のレポート時から五筋を交換し五四。 銀型から石田流にして四五銀の活用を図る指し方が主流であったが逆に一飛車側も四銀を攻撃目標に動く指し方ができることが見られる。この後、拒飛アナ穴熊の優秀性が明らかになることで相対的に廃れたほか対島飛車や対未間飛車のような筋がなく比較的得意としていた対イの銀中飛車に関しても の銀中飛車そのものが異飛車アナグマの流星により、ほとんど刺されなくなり、玉頭くらい鳥が、プロの公式戦で現れる回数は激減した。藤井システム前世紀には、拒否者側の持久戦策として、再流行の可能性もあったが、藤井システムの衰退により、飛車アナグマに奪われた、主流な持久戦策としての地位を取り戻すには、至らなかった。一度有利になったら、 逆転を許さない戦法としては、忌者穴熊と、酷似しているものの、絶対に詰まないという特性を持つ、穴熊の方が、終盤の読みを、簡略化することができるのも事実である。一方で地玉を広くして敵陣を圧迫するため、終盤の寄せ合いになった時に、横からの攻めに対して上部に脱出しやすく、相手の玉刀に攻撃を加えられるのが、イドリ独自の長所である。有吉道夫が、 玉刀倉い取りの得意な騎士として知られていた。また米長国尾がタイトル四冠や、名人位獲得時の前世紀、詐欺の宮城石と並んで、玉刀倉い取りを主に大振り飛車対策の戦法として頻繁に使用していた。その後、ご機嫌中飛車、核交換振り飛車といった早めの核交換などで、飛車穴熊を牽制する戦法に対して用いられる、事例から多くなり、 2011年7月15日の第24期竜王戦決勝トーナメントにおいて山崎隆行が久保俊明に対して使用している。これは対角交換振り飛車の場合、どうしても振り飛車側から8八角なり同銀の形にされてしまうので、その場合穴熊に組むには一旦7七銀八、8銀のようにしなければならなく、また左身のにも組みにくい。このため飛車側は、 手読も見込めるので比較的玉頭くらい取りを目指す、将棋が多くなっていった。一例として、第一図は2017年第66期王座戦一時予選の藤井聡太四段対小林健二九段戦。お互いに角を持ち合った状態で、後手は1四歩1三角、先手は7六銀六五歩とし、同歩同銀で一歩持とうという展開であったが、 五手は六筋を手抜きして四四銀と指している。以下先手は九筋と二筋の突き捨てから六四歩、三一角、さらに二四飛四三角だ三四角なり、六一馬、など多くの攻め筋が生じた。第一図に至る途中、先手の七五歩の前に、五手七四歩とくらいを取らせるのを拒否することは、できなくはないが、角交換型の場合先手に三七角の、 自陣打ちから六五歩の攻め筋を与えてしまうため、振り飛車側からは七四歩がつきにくい事情がある。なお、昭和年代では圧力から逃れるため、穴熊囲いに組むのも振り飛車側の有力な対抗策とされていた。これは、例一のように暗い鳥側から攻めの取っか,かかりを消すように低く、陣形を構えておけば、作戦勝ちになるとされ、特にレグスペの際には、 角の打ち込みに注意しながら、陣形を構えれば、穴熊側が、作戦勝ちにはなるとしている。一方、例にでは、い、飛車銀管から、玉頭くらい取りに変化した局面で、振り飛車穴熊側も島飛車の場合このような展開になることが多いとされる例である。この時に飛車側が6筋を取ったので9、8、7筋と次々とくらいを取ることができ。 こうなっても3枚穴熊側もさせないわけではないが、暗い鳥側が左辺は勢力下に置き、主導権を握ることができるとしており、穴熊側は特に6筋を取らせないように64歩63、金型を目指す必要があるとしている。さらに、タイブリッシャー穴熊に多く用いられている作戦は、穴熊囲いに早く迫ることができる、玉刀暗い鳥が銀冠と並んで多く、 採用されているという調査結果もある。また、玉刀暗い取り先方側の狙いに、負が持ち駒になった後での橋攻めがある。例1は、1999年6月29日王座戦、予選トーナメント本戦、中原誠 VS、藤井武史戦で、6筋の不交換で得た一歩をもとに、9五歩同歩9四歩としたところ、これをもてが同行とすると八五銀から強者を取りに、 行く狙い。後手は実戦では取らずに、別の手を指し、先手955292歩として、橋を詰めることに成功する。例には、1984年4月11日名人戦、第1局、谷川浩二 VS、森安秀光戦で、先手の陣形は46銀左先方からの組み替えで、生じたもの。先手が2歩手にしたので、図の局面で95歩と仕掛ける。 これも後手は取らずに五六歩とし、以下九四歩、二九二歩として、橋を詰めることに成功する。いいの竜は、普通六六歩と突く歩を突かずに骨組みを進める、玉頭くらい取り。途中六六銀と上がり七九角と引いて、相手の飛車を牽制しつつ、ゆっくりと骨組みを進める。さらに四枚の陣形に変化する、換気竜が知られている。組み上がれば作戦勝ちになることが多い。 川崎、と秀、日立ジャパニーズ・イングリッシュ書儀ディクショナリー、猫窓、P30、ISBN 9長7849億522万5089、もちづき選の寄付は http コロンスラッシュスラッシュ www.shogi.or.jp スラッシュ関西スラッシュミュージアムスラッシュ kokihu3.htm を参照。 昭和47年の、将棋有段者年間の新戦法解説に、玉東クライ取りは最近流行しているという記述がある。ABC 高橋道を、緊急レポート位、e、飛車 VS 振り飛車プロ間における、最近の序盤傾向の研究第2回三件美車中飛車編、将棋基本戦法振り飛車編、P162、消えた戦法の謎 P113P118、ある時には、 上席外伝2などある時には、史上最強は瀬田将棋など、ありがとうございます。